渋野日向子が全米女子オープンで見せた感動の2位フィニッシュ。2024年6月3日、米国ペンシルベニア州ランカスター CC にて開催された全米女子オープンの最終日、渋野日向子は見事なプレーで2位に輝きました。日本勢のワンツーフィニッシュを達成し、優勝した笹生優花を祝福するその姿勢が、多くの人々の心を打ちました。厳しいコースでの奮闘と挑戦。全米女子オープンが開催されたランカスター CC は、世界でも屈指の難コースとされています。渋野日向子は序盤でスコアを落としながらも、決して諦めることなく前向きにプレーを続けました。12番パー3では見事な7メートルのバーディーパットを沈め、2バーディー、4ボギーのスコア72で最終ラウンドを終了。トータル1アンダーで2位の座を確保しました。この日のコースコンディションは厳しく、多くの選手がスコアを伸ばすことができない中、渋野日向子は冷静なプレーを続けました。彼女のキャディーと共に綿密に戦略を立て、各ホールを慎重に攻略していく姿は、観客の目を釘付けにしました。特に12番のパー3では、7メートルのバーディーパットを沈める瞬間、会場は歓声に包まれました。渋野日向子の集中力と技術が光る場面でした。笑顔と涙の祝福、スポーツマンシップ。プレーを終えた渋野日向子は、優勝した笹生を心から祝福しました。18番ホールで先にホールアウトした笹生を、フェアウェイから両手を上げて拍手し、自ら歩み寄って温かいハグを交わしました。おめでとう。マージで強いという渋野日向子の祝福の言葉に、笹生も満面の笑みを浮かべました。この心温まる光景は、英誌、ザ・ガーディアンをはじめとする多くの海外メディアでも大きく取り上げられ、日向子渋野はいつものような笑顔を見せたとスポーツマンシップあふれる行動が称賛されました。渋野日向子はホールアウト後も、笹生を祝うために控え室まで駆けつけ、再びハグで祝福しました。その姿勢は、ゴルフという競技を超えて、真のスポーツマンシップを示しています。渋野日向子は、自分がプレーオフに進むことができなかった悔しさを感じながらも、友人でありライバルである笹生の勝利を心から喜ぶ姿勢を見せました。これこそが、スポーツの美しさであり、彼女の人間性の高さを物語っています。友情が生んだ奇跡の瞬間、渋野日向子と笹生は、日頃から親しい間柄で、コース上でも互いに笑顔を交わす姿がよく見られます。渋野日向子は笹生について、すごい妹感があると語りつつも、しっかりしているから、年上ながら頼ってしまうこともある、とその絆の深さを明かしています。この友情が、二人のプレーをさらに輝かせる要因となりました。特に印象的だったのは、16番パー4のティーグラウンド付近で、渋野日向子がモニターを見つめ、笹生のイーグルパットを応援する姿です。渋野日向子は、入れ、入れ、と言わんばかりに右手を前後に振る仕草を見せ、その瞬間には観客も熱い視線を注ぎました。結果的にパットは入らなかったものの、笹生はバーディーを奪い、勝利に近づくことができました。こうした瞬間に見られる二人の絆は、多くのファンに感動を与えました。2位フィニッシュの喜びと未来への希望。渋野日向子は単独2位で賞金129万6千ドル、約2億300万円を獲得しました。公式会見では優花におごってもらいたいと冗談を飛ばし、会場を和ませました。昨年はシード権を失いましたが、今回の好成績によりランキングを大幅に上げ、シード復帰の可能性も高まりました。彼女は、ここまで予選落ちを何回してきたっていう、そういうレベルなので、まさかこの位置で終われるとは思わなかったと語り、首から下げられた銀メダルを誇らしげに見つめました。この結果は彼女の今シーズンの復活の兆しを示しており、ファンやメディアからの期待も高まっています。メジャー大会での輝かしい実績。渋野日向子は、全英 AIG 女子オープンでの優勝を含む5年間のメジャー出場権を持っており、今回の結果により来年の全米女子オープンへの出場も決定しました。彼女のメジャー大会での活躍は、ファンやメディアから高く評価されており、彼女自身も次の目標に向けての意気込みを感じさせます。渋野日向子は、いやいや、勝たないと意味がないから、わら、と自らの目標に対して厳しい姿勢を見せ、また優花を目指して頑張りますと語りました。彼女の目には、次なる挑戦に向けた強い意志が感じられます。これからの渋野日向子に期待。渋野日向子の今回の2位フィニッシュは彼女の成長と復活を示すものです。
プレーオフに進むことはできなかったものの、そのスポーツマンシップと笑顔、そして次への前向きな姿勢が、多くの人々に感動を与えました。渋野日向子のこれからの挑戦と活躍が、ますます楽しみです。彼女の物語は、単なるゴルフの試合結果にとどまりません。それは友情、挑戦、そして人間の温かさを感じさせるものであり、多くの人々に希望と勇気を与えるものでした。渋野日向子の次なるステージでの活躍に目が離せません。今後の大会でも渋野日向子はその実力と精神力を発揮し続けることでしょう。彼女の成長とともに日本ゴルフ界もますます発展していくことを期待しています。渋野日向子の次なる一打、一挙手一投足に私たちは引き続き注目し、応援し続けることでしょう。最後まで諦めないこと、笹生優花の全米 V2 を支えた父の教え。笹生優花が2度目の全米制覇を果たした。世界一決定戦とも呼ばれる過酷な大会で、アンダーパーはトータル4アンダーの笹生と2位に入ったトータル1アンダーの渋野日向子だけだった。2021年に衝撃の全米制覇を果たしてから3年が過ぎた。当時19歳、そこで急に決まった米ツアー転戦だったが、常に笹生の横には父正和さんの姿があった。2回しか勝ってないけど、2回目もたまたま US オープンだった。3年間勝利から見放されていた時期を思えば、こんなに嬉しいことはないはず。それでも2回目となれば、淡々と戦況を見ることもできたのかもしれない。この日はバーディが先行したが、6番、パー3、でダボを叩いた。144パット、ミンジーの独走かなと思って、でもゴルフは終わるまでわからない。17番でポカやったし、パーオンに成功しながらファーストパットを大きくオーバーさせ3パットのボギーとした場面も、優勝した今では笑って話せる失敗だ。寄せればパーを取れるのに、なんであんな、笑。そんな言葉とは裏腹に、父の笑みが弾ける、チャンスがあるとは思っていたけど、ミンジーが落ちるとは思わない。そんな目で戦況を見ていた。首位タイから出たメジャー2勝のミンジーリー、オーストラリアが一時はトータル6アンダーまで伸ばしながらもその後崩れ、後半だけで6オーバー、人間だから、ミスもあるかもわからないから頑張る、というのはやっていたと思う。強くなった娘の姿に賛辞を送る。前戦の、みずほアメリカズオープンでは今季初の予選落ち、心の問題でダメだったから、平常心でやった方がいいよ、欠けているのはそこだけだよ、と。技術的には負けていないから、そこを考えた方がいいよって。自分を責める、娘に見て取れた怒りの感情を優しく注意した、イライラするのは自分に負けている証拠。ゴルフは自分とコースとの戦いだから、3日目、4日目というのはいつも平常心。最後まで諦めないことと言っていて、今回は3日目も悪くなかったし、今日は一番良かった。年頃の娘は父の言葉を胸に、平常心を貫き通した。12番のパッティングの時の顔色が違った。勝負のバックナインに入り、ここでスイッチが入ったように思えたと正和さん、それでバーディを取って、13番も取ったから。冷静に、そして攻撃的に優勝争いと向き合う娘の成長を感じた。ツアー初優勝と2勝目が共にメジャー大会という偉業はパクセリ、チョン・インジ、共に韓国以来3人目。そして、大会2勝は0-01年連覇のカリーウェブ、オーストラリア、インビーパーク、韓国以来の快挙、2勝はカリーウェブ、次にインビーパーク。インビー以来だから、まあよかった。そう思ってます。偉大な先輩たちに並ぶ快挙を、静かに喜んだ。22歳11ヶ月13日での大会2勝は史上最年少。常にクールな笹生は優勝インタビューで涙を流した後にこう語った、恩返しできてよかった。サポートに感謝しています。米国に拠点を構え、3年ぶりに掴んだ栄冠。父と娘のビクトリーロードは、これからも続いていく。